カデナ町は沖縄県中上郡の町。戦前、県営鉄道カデナ線の終着駅カデナ駅が置かれ、県立日中や県立農林学校もあった。日じ川川口の港はヤンバル線による物資の集積地となり、中部の交通の要所として栄えた。もともとは茶谷村の一つの地であったが、戦後、米空軍カデナ基地によって大きく地理的に分断されたため、 1948年12月4日、茶谷村から分村し、カデナ村となった。現在もカデナ町の面積82%が、米軍基地に占有されている。沖縄本島の中部に位置し、西側で東、シナ海に面している。町の中央部から南側の町域は、カデナ基地と陸軍貯輸施設、また北側はカデナ弾薬庫地区に挟まれ、 町の総面積の82%が米軍基地であるため、残りの18%、町域中央部の嘉手納基地と比者川の間の面積2.6平方キロメートルの一帯が13,300人以上の住民が暮らす、市街地、住宅地となる。これらの米軍基地を除いた場合、町として日本で最も人口密度が高い福岡県市名町を上回る。 沖縄戦時に米軍の工兵隊が建設したカデナロータリーは直径160メートルの環状路と各方面への道路で構成される大規模なロータリー交差点で街のシンボルとなっていたが2000年代から進められた再開発に伴いロータリー南西のカデナ町役場と環状路内部の地区をつなぐため環状路の南側約1 4が撤去されロータリー交差点ではなくなり、通称としてのみ、ロータリーの故障が用いられる。蒸気の中で区分けもされている。カデナロータリーとカデナ飛行場現在もカデナ町の面積82%が米軍基地に占有されている。カデナ町における民間地は18%以下の路線がある。62番以外の各路線は琉球バス交通。 沖縄バスの共同運行で、カデナ町中心部を除く、全区間にわたって、国道58号を通る。62番は、琉球バス交通の単独運行で、カデナイ北は、国道58号、カデナイ島は、県道74号経由。町内を通る、全路線が、旧カデナロータリー付近のカデナバス停に停車する。1980年代まではジャーガル線が、 影が発議だったが、現在は、うるま市のぐしかバスターミナル発着に変更された。ありがとうございます。